おかみさんはおふくさん、番頭さんはおといさん、都合中手代は毘沙門、女中は弁天と、使用人にはみんな七福神の名前をつけたと。そりゃあ、ある年の正月の朝のこと、主人の福太郎が福の神の大黒様を拝みよったら、今年もおかげさまで去年は蔵が一つ増えました。今年は二つが三つに増やしたいと思いよります。大黒様、どうかうんとたくさんの福をお授けくださいますように。言うてこせんと欲張りなお願いをしよったと。こう言って福太郎が拝みよったら、ひょいと神棚の横を見ると、なんとお供え餅の隣のすぐ横にべったりと汚れた雑巾が置いちゃったと。まあ、それを見た福太郎、こりゃなんじゃ、すから神様に雑巾をお供えするということはどういたことなら、一体誰が置いた、置いたもんはここへ出てこい。うて福太郎はもうカンカンになって、あたり構わず怒鳴り散らしよったと。置いたら、言うてなのに出てきたのが弁天さん。すいません、うっかりしてつい置き忘れました。バカたれ、大事な大事な商売の神様のところにこんな汚い雑巾をうっかりしてつい置き忘れたじゃと。申し訳ございません。申し訳ないで済むか。正月早々に縁起の悪いことをして、この始末どうつける。ルカ福太郎の偉い剣幕に女中の弁天さんは泣き台、周りの者もただおろ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 するばっかりじゃ。